聖武天皇社正面、聖武天皇社は、三重県四日市主和技松原正寺畑屋に、所在する神社。最寄り駅は、JR 富田駅。富水原地区の一つの松原地区の宇治子大社であり、宇治神として、聖武天皇を祀っている。松原の石取り祭りが行われていて、鎌倉時代に創建された神社である。 聖武天皇社の神門は十六弁八十菊である。鎮座地は四日市市松原町五百三十六である。祭神は聖武天皇である。祭司として、霊祭が毎年七月十六日、その他中間霊祭儀四回である。七月十六日の霊祭は別名松原の石鳥祭りとも称する。境内神社は 白玉竜神を祀る白玉竜神社である。神社には一番十一番の大吉と京が三つなどの旧番罪悪の教えなど十二種類の運勢おみくじがある。社殿は神明作りの本殿と拝殿と社務所である。境内は五百七十二坪である。宇治子は松原区の八百個である。社殿によれば神社の名称やこの辺りに 樹木のあったことから考えて、松原村を、ともわき遁宮の跡として、鎌倉時代の安定元年に、聖武天皇者が創建された。鎌倉時代から、松原村民と田村家は、聖武天皇者の祭事を行っている。同じ地域松原地区に住む人々が共同で祀る、宇子の神社である。聖武天皇社社務所近隣の桑名市には、天武天皇社があり、 また、富田地区には、日本保高由来の鳥出神社があり、香川県には、安徳天皇社があるが、天皇個人の神社としては、珍しい史跡と、宗教施設である。聖武天皇下避神社境内には、聖武天皇の下避があり、郷土が生んだ詩人である、佐々木信綱の書による石碑が1955年に、築造されて、妹に恋日割れの松原見渡せば、 潮日の型につる泣き渡るというマ万葉集にも掲載されている歌が刻まれている。白玉竜神社系大神社には、蛇の白玉竜の神様を祀る商売繁盛の白玉竜神社と力士という石が本殿の右側にある。友脇郡松原村の力持ちの若者らが、ことあるごとに体力を試そうとして競い合い、この力士を持ち上げた。重さは不明だが、 村の力自慢の若者が大勢へ挑んだ。松原村に代々伝わってきたのを、1993年に、聖武天皇社の氏子総代と、松原地区連合自治会によって、聖武天皇社に移された。石笛松もある。四日市市内の聖武天皇関係の史跡としては、志亭神社や聖武天皇社付近の、同じ松原地区に所在する、鏡が池跡もある。 大晦日と元旦の間の年越しの時間には、初詣の参拝客に、松原地区連合自治会の婦人が調理した甘酒が、振る舞われる。松原の石取り祭りの時に、初歩の小麦粉で作った団子を神前に備える、風習が残っている。これを御神へ、または、御神徳と呼んでいる。聖武天皇を祀る神社であり、 田村寺付近の西戸田村と松原村の田村家の一族が古代から氏子で管理して聖武天皇社の信者であった。奈良時代の天然等流行時代に病気で苦しんだ聖武天皇ゆかりの史跡であり無病息災の神様信仰がある。天皇関係の宗教施設として価値がある珍しい神社である。毎年7月に正式名が 聖武天皇社大祭である松原の石取り祭りが開催されている。逸話として松原の石取り祭りのいじめなどの行為の悪行で天罰があるとされて昭和戦後期に日本共産党系の左翼による放火テロ事件もあった。左翼による放火で神社建物が消失したが松原の地域住民の寄付金で神社が再建された。 マキタ付近から東洋墓石戸田工場の関係者によって現在地の四日市市松原町に立地することとなり三重郡富水原町時代は東洋墓石社宅で構成された松原宮町自治会に所属していた南側には四日市北警察署と松原公園が東側には国道1号が隣接しており北側には 東洋宝石の宮町社宅が立地していたが、平成時代になり、総価学会の四日市北文化会館と飲食店が立地している。コロナ禍による影響を受け特別参拝になった令和3年正月には、特別に絵馬などを社務所で授与した。大正時代に、地元の寄進があった。大正時代の三重郡富三原町の大地主であった、平田家の二代目、平田佐次郎。 平田佐十郎平田助のりの平田家が経営する平田製毛が寄進をした商工業の功労者である伊藤平次郎が経営する三重食府株式会社水産功労者の大川平三郎複数の富洲原町の功労者や大企業である三重宝石戸田工場が勝負天皇者に寄進をした神社の鳥居には寄進した会社名が記述されている 奈良時代に大木の松が複数茂る松原であったことから松原村があり、この松原の由来には他に諸説があるが、四日市市富三原地区の松原とする説が最有力である。万葉集の史跡である聖武天皇者は松原村の旧家の田村家が明治時代まで氏子として神社を守ってきた。 現在の四日市市松原町の松原村で、松原生を名乗っていた、旧家田村家の民話では、聖武天皇が、伊勢行行の際に、松原村の旧東海道を通ると一陣の風が吹き、聖武天皇の傘が池に落ちたところに、タイミングよく、西富田村付近の小川で洗濯をしていた田村家の、娘がその傘を拾って差し上げたため、これが縁となって、聖武天皇は、 娘の実家の田村家に宿を取られたという。そして、奈良時代の聖武天皇の形見の品が長く保存されていたが、火災で消失したと古文書で記述されている。俗日本記の記述で松原の文献が記述されている。聖武天皇は奈良時代の天平を12年に伊勢国に強行幸をした。田村家は松原村の旧家で聖武天皇由来の土地として、 明治時代まで神社や祭りや逸話も守ってきた。当時田村家などわずかが松原村に居住し、松原村が海岸であり、富田一式村は砂浜だった。その際に聖武天皇は松原の歌を詠んだ。万葉集、聖武天皇のお歌に、妹に恋日、我の松原見渡せば、潮日の方に鶴なき渡る、右の一首。 今、アンフルに、我の松原三重郡にあり、河口の暗宮を愛さること通し、けだし、友明の暗宮に、追いますときに作らすを打たなるを、捨て振る者謝れるか、とある。我の松原については、津市あの地域の松原の説と、鈴鹿市の伊勢若松駅周辺の鈴鹿郡松原の説や、四日市市の建築であるという説があるが、 友脇郡の現在の四日市市と三須原地区が松原町と称していることから、この地が松原であったと推定されている。ありがとうございます。